今回は、MASU のデザイナーの後藤新平さんをお招きしてお送りいたします。よろしくお願いします。で、8月にファッションプライズオブ東京受賞されて、で1月にいよいよパリですよね。で結構満を持してのパリコレデビューな気がするんですけど、意気込みとか所感とか。そうですね、でもあんまそんなに やることっていうか、なんて言うんだろう、パリだからこういうことするぞみたいな、なんか大きいことするぞっていうよりは、今まで積み重ねてきたことをなんかもっと濃くっていうか強くみたいな、多分最初からこう大きくドンってできたりしないと思うんで、なんでスモールでも濃いことっていうかをまあやれればいいかなっていう、なんかそういうスタートを切れればいいかなって思ってますね。パリはでもあれですよね、ショールームのあれで2回、何回行ってますか？2回行ってますね、1月6月と。なんか感じるものとかありました？でもちょっとその外に出てみて、やっぱり全然知られてないなっていうところと、割と言葉の壁もやっぱあるなと思ったし、日本独特のこういうものにこうフリルついてるとかっていうのが、日本だと当然受け入れてくれるけど、向こうだともっと理由が必要だったりとか、なんかそういうのはすごい感じましたね。なるほど、なんか強い手応えはそんなにないなって感じだったんですけど、でも一方でなんかそれこそなんかインスタの DM ベースでこう連絡くれるようなバイヤーさんじゃなくて、カスタマーベースっていうか、お客さんベースではなんかリアクションがあるから、あ、じゃあこれでもなんか日本の初期に似てるなと思ってて、だったらこれを繰り返していってコミュニティを作っていくのが多分いいだろうなっていうふうに思いました。MSU ってその日本にいながらアメリカの結構そのストリートのキーパーソンと実はつながっていて、そういう人たちも結構サポートしてるっていうところは僕すごいなと思っていて、なんかそのでそれがこうストリートだけにとどまるんじゃなくて、ちゃんとそのモードに昇華しようとしている部分、そこが自分はなんかすごく面白いなと思っているところなので、なんか、まあ、ヴィンテージカルチャーは大好きだったんですけど、いわゆるストリートカルチャーって全然通ってなかったのに、多分そういうスタイルというのは多分共通するなんか言語が多分あって、その人たちからも理解できるっていうか、それで多分なんか興味持ってくれたのかなっていうのが最初は。でもジョン・ロスだったでしたっけ？そうです、ジョン・ロスで、そのきっかけはポギーさんだったって感じで、ポギーさんがうちの服着てくれてるのをインスタとかに載せてくれてて、そしたらジョン・ロスがそれでうちのことを知って、でなんか日本来るタイミングでなんかこうアトリエに行かせてくれみたいな感じで、その時一緒にいたのがエヴァン・モックでみたいな感じで、そうなんですよ。なんかこのブランドはそうパリに出るっていう瞬間とか結構見られてきてると思うんですけど、なんかその MSU にこう期待することとか、どういうことがありますか？メンズのファッションウィークはパリとはいえもうアメリカになってるんで、やっぱその従来のそのなんですかね、やり方とはちょっと違うところを求められる部分も結構増えてきてると思うんですよね。なんでパリはねビジネス推しにみんな来てるんで、もちろんそれはそれでしょうがないですけど、なんかそのビジネス集がやっぱり強いところもなんか多いのかなってちょっと自分感じていて、なんかまあ後藤くんのハッピーバイブスみたいなものが自分もものすごくいいなと思っていて、なんかそれをもう全開でってみたらなんか面白いんじゃないかなとは、なんか個人的にちょっとこうね、いや本当に最初その日本のブランドがパリでショーをやるっていう時に知名度がねまだそんなになくて、そのショー会場に来てもらうだけでも大変だったりするんで、最初はそこで苦戦するところを、でもねアメリカの友達たちもできてきてて、そこではちょっとねこうスタートが優位に立っているところはあると思うので。そうですね、確実に彼らっていうか今いる仲間たちの力は全力で借りたいというか、もちろんポギーさんも阿部さんもお願いしますって感じなんですけど、頑張ります。そう思ってます。
まあ、以前から多分その海外を意識されてたと思うんですけど、そのパリでショーをやる意義みたいな意味とかどう考えてますか？なんか僕自身もともとファッション始めた時にパリに憧れがあったとかっていう人間じゃないんですよ。でそのブランド始めてからパリってどういうもんなんだろうっていうのをなんか探るように見てて、でこうどの国でどの大会で結局評価されててもそのオリンピックで取るの、なんていうんだろう、評価されるっていうか注目度も違うし、その評価のされ方も違うじゃないですか。 そうですね、そこで残す結果ってなんかそういう場だなと思ってて、なんかやっぱみんな最強が集まってくるみたいな、そういう印象でありますね。でもそこにはいたいっていうか、そこにやっぱ踏み込みたいなっていう気持ちは今は強いですね。なんか日本のブランドでその海外で成功したパターンって僕の中で2つだと思ってて、まあ、1個はコムデギャルソン的なアバンギャルド、まあ、洋服だけど洋服じゃないみたいなところで勝負するしたブランド、成功したブランド、まあ、一世さんもそうかなと思ってるんですけど、ともう1個は割とアメカジとかそのヴィンテージカルチャーで勝負したブランドだと思ってて、なんかやっぱ日本イコールヴィンテージって多分あると思うんですよね。だからそこなんかどこを参考にしたとかって具体的にあるわけじゃないですけど、多分僕だったらこっちでこっち側で新しい言語を作っていくみたいなことができれば多分新しいブランドに近づけるんじゃないかなっていう。なるほど。2回で考えてて、1回目もちろん人呼べれば最高なんですけど、やっぱどうしても1回目っていうのは あると思うんで、思い通りに人集まらないと思ってるんですけど、でもそこでやったことが面白ければ多分その次の6月にはちゃんと人来てくれるだろうから、どういう1回目をやろうかなっていうところで今考えてますね。ちっちゃいブランドだからやれることっていうかあると思うんで、それを今模索しながら作ってるって感じですね。確かに海外のショーももちろん楽しみにしてるんですけど、その後日本でもショーをやるじゃないですか、はいはい、そうね、3月に、はい、それもそれでちょっと自分楽しみにしてて、それはもうなんかプラン考えてる？考えてないですいや、ぼんやりは考えてないですけど、ぼんやり考えてなんかたくさん人巻き込めた方がいいかなとか、なんか関係者だけで終わったりとかしない、なんかできないかなみたいな、パリでやったことをなんかこう持ち替えりつつ全然違うことをやるみたいな、どうやらねばって、あれ続けないといけないってやっぱ なってくるじゃないですか。ショーのためのブランドになってくると、なんかこうそれこそちゃんとチームが出来上がってて、そっちも同時で作れてて、会社も作りながらそのクリエーションもできればいいんですけど、多分そこがなんかこう両立できてないと多分なんか多分崩れていっちゃうなっていうのがなんか想像できて、なんか自由な立場でいたいなっていう、なんかいつでもなんかショーじゃなくて、じゃあ今回イベントにしようとか、なんかどっかのブランドと組んでなんかお祭りみたいなことやろうとか、なんかそういうなんかいろんなことを自由に仕掛けれるブランドになれたらいいなと思ってるんですよね。今回ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。応援お願いします